皆さん、おはろー、エラニャンです。今日は私のファースト神写真集百花繚乱の撮影風景をお見せします。なんとおかげさまで11月15日に発売されたばかりです。もう見てくれましたか？撮影初日はかなり早い時間からスタートしましたよ。私は朝が苦手なのでちょっと眠そうでした。なんか、今日は写真集の撮影をします。準備できてました。もう最初のお衣装を着てます。頑張りましょう。今日の撮影は東京のスパと温泉で始まりました。温泉に入る前の更衣室のシーンを作りたかったです。洋服を脱ぐから撮影を始めるのはちょっと恥ずかしかったですね。実はこの写真で着ている下着は私の私服なんですよ。 YouTube 用にはぼかしをしなければいけないんですけど、ファンクラブではぼかしのない撮影の裏側を投稿していますよ。興味があればぜひチェックしてみてくださいね。 URL は概要欄にあります。次は白いビキニです。向かいます。ちょっとここによろしくお願いします。温泉に入る前にサウナの中でも写真を撮りたかったんです。様々なサウナの中でライティングが違って面白い写真を撮りました。最終的にはデジタル写真集百花繚乱アナザーカットで白いビキニ写真を使用しました。すごく綺麗。セジュードなサウナです。サウナでの撮影は良いアイディアだと思いましたけど、暴走しちゃってます。止まっちゃったのかもしれない、暑さで。一つの問題がありましたよ。毎回サウナに入るとすぐカメラがオーバーヒートしてしまって、写真を撮る時間は数秒しかありませんでした。でも結局はうまく撮れました。よかったです。いよいよ温泉の時間です。実は百花繚乱には水の写真がたくさんあるんですよ。温泉以外にも水のある場所があと3つ登場します。この撮影は今年の春の初めに行われたのでちょっと寒かったんですよ。でもサウナと温泉に入ってから体がポカポカ温まってきました。実は温かいのお湯から出たくなかったぐらい気持ちよかったです。東京の温泉の撮影終わりました。これから次の場所に移動します。バンで千葉県の石のたくさんある場所に移動しますよ。どんな場所でしょう。バンの中で衣装をチェンジしてメイクをちょっと直しました。そしてさあ撮影再開です。こういう感じ。すごい。どういう場所？すごい。とても岩だらけのエリアで撮影しました。背景の岩と中ぐらいの竹の
ドレスとハイヒールのコントラストを作りたかったんです。この写真がどれもとても気に入ってます。中には百花繚乱の裏表紙に使われた写真もありますよ。外で撮影しているにもかかわらず照明がとても良かったには特に感動しました。天気を予測するのは難しいので運が良かったですね。ハイヒールを履いて急な坂を歩くのはどれほど大変か想像できますか？下り時はくるくる回りながら歩きなきゃいけませんでした。休憩します。夢に行きました。よく見えないです山もあります。山と海いいですねロープウェイもあるんだって。乗ってみたい。ロープウェイで撮影するいいんじゃない？絶対いい景色。美味しそう。別の場所に行きます混んでました。絶対あそこも美味しいです。美味しいです。いい天気。さっき風ですごく寒かったよねウニが見えますよ。ウニと海鮮最高おいしそう。こんなにわー、海鮮ですね。いただきます。お酒です。すみません。ちょうど振り向きますけど、わさび、うまいな。効いてる。海辺でランチを楽しむのは本当にリラックスできました。美味しいランチを食べてクルーの皆さんとおしゃべりをした後、次の撮影場所に移動しました。髪の毛をボソボソにする前に撮りたかったこんな感じになりました後ろ見ないでください ここは百花繚乱の中で私のお気に入りの場所の一つですよ。なぜかというと私はお花が大好きですよ。この広大な黄色い花畑で撮影が本当に楽しかったからですよ。まるで花の海を泳いでるような気分でした。写真からも撮影が楽しかったのが伝わっていると思います。遊び心満載の写真がたくさん撮れました。もうちょっと出てきてくれるかな。もう出てきた、出てきた。お疲れ様でした。撮影の最後の部分はビーチに行きました。
着いた頃にはもう夕日がほとんど沈むかけていました。そして気温も下がってきました。今日は撮影したすべての写真が本当に素晴らしくて仕上がったことに感動しましたよ。チームの皆さんと一緒に過ごすのもとても楽しかったですし、みんなが最終的な作品を気に入ってくれることを願っています。この日はもちろん他の日にもさらに撮影を行ったので、近いうちに私の YouTube チャンネルで公開しますよ。またファンクラブでもっと裏側の映像を投稿しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。リンクは概要欄にありますよ。お疲れ様です。車行こう。今日はお疲れ様でした。次の撮影日楽しみにしております。早く皆さんに写真を見せたいです。見てくれてありがとうございます。バイバイ。